りたいってちょっと降りたよね。ボンちゃんに結構いるね今日。ちょっといいじゃんよ。ちょっといいのか、入ってもいいよ。まだね。今日はマンションに来たわ。おるちゃん。はいよ、まるちゃん。まるちゃん、おはよう。くるりん。こっちゃん。お、ここちゃん、おしっこ行った。おしっこ行くの。出て行ってて、ここちゃん、おはよう。うん、一人お姉さんがいないな。これは、入れちゃうでしょ。お姉さん、どこ行った？お姉さん。ロコちゃんがいないぞ。あ、ロコちゃん。ロコちゃん、トイレしてる。ロコちゃん、トイレしてるぞ。あ、ロコちゃん、目見えてるかな？見え始めたかな？まだ5時ちょっとありますが、もうちょっと早めに入れたいと思います。はい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 、おいでー。あらら、これ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 、よいしょ。出ません出ません。お前たちいないな。いないならいないならもう、はい、ウリおいでよ。ウリウリ、これ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 。ちょっとこの時間だと確かにみんな集まってこないですね。このまま、はい、そうだね。お部屋閉じ込め組というか、お部屋組に入れます。入れるというか、はい、はい、おいで。ご自分もおいで。はいはい。なんでお前らが入っちゃうんだよ、まだ。本当にややこしいな、もう。あららら。まあいいや、お前らもうちょい入っててもいいや。もう、どうする？はい。もう、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 あらららら、はい、おいで、はい、むーちゃん、むーちゃんご飯だよ。じゃあ行こう。はい、はい、どうぞ。えへへへ、もうむーちゃん、もうむーちゃんごめんよ。寝ちゃったね。またね、疲れた。よし。ここちゃんね、ここちゃん張り切ってるよね。よし、はい、じゃあご飯しようね。はい、おはようございます。12月28日。ママさんは今日で仕事を収めない。いや、もーちゃんやめてくれよ。あります。今日の予定は、小次郎くんの病院です。そうか、ちょっといろいろ片付けをした。これちょっとですね、よいしょ。はいはい、はい、小次郎くんどうぞ。まあ外の電柱が少ないのでですね。このまま行っちゃおうかな。はい、太郎さん君行こう。太郎さん君行こう。はいはい、よっしゃ。はい、来るよね、来るよね。
レンジ。お砂糖と砂糖と。のジンジューサポートを食べてますね。あ、すごいな、食いつきが。あ、来てくんでしょうね、なんか味覚がね。まあ、交互にあげてみようかな、じゃあ。とにかくみんなと一緒がいいみたいなんで、おいでよ。はいはい。もうちょいいや。おまるちゃん入って。ちょろ来た、ちょろ来た。はい。はい、よし。変わり気味がいないとね。なんか取れないよな、全然な。やっぱり早くしすぎなんですよね、これね。猫パピがいないと、うん、ちゃんと待機して待ってますね、二人で、ね、あんたたちの前に子猫開けちゃうね。はい、君たちのご飯です。もう大人が取ってもいいようにちょっと多めにです。おい、おいで、ロコちゃん、ロコちゃん、はい、どうぞ。涙腺がつながったようで綺麗な涙が出ますね。ちょっといい感じですね。濁った涙じゃなくて、なんか目が乾いてたのがちょっと、産んでるというか腫れてる様子はもうなくなりました。股関節の方はまだちょっとなんか動きが悪いんですけど、ですね、はい、孔明アンダーキキです、下で待機しております。さすがになんか掘りたいようですね。途中で潜り込んだみたいです。潜り込むんですかね。はい、どうぞ。中というかもすぐ来ましたね。
最初からいると暖かで、パピちゃんは部屋に間違って入っちゃってそのまま閉じ込んで入ってますね。さっちゃん風邪ひいてんのかな、声が出ないね、入りきらない少年が、はい、落っこちゃったらトロン君が食べに行きます。さっちゃんも食べに行きます。あ、お母さん部屋にパピちゃんが入ってるわ。あ、まあいいや、それは言われてもない全然。あれ、トトちゃんどうした、トトちゃんこれ食べしたら取られちゃったね、トトちゃんね。はい、お利口さんののらみちゃん、はい、のらみちゃん、はい、トトちゃん、トトちゃん、ご飯の時だけかわいいね、なんか。はい、おいで、はい、ウリ、ウリ、おいで、あ、早くもおいで、何やってんの、はいはい、ポコポコポコ、おいでポコ、おいポコ、おいでポコ、おいでポコ、よしよし。先食い殺されちゃうとお皿待ってる連中にあげられない。もう、はい、ゆうちゃん、よいしょ、さっちゃん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、太郎ちゃんにあげた、太郎ちゃんが取られちゃっていつもかわいそうなんだ。はい、ポコちゃん、ここでやっとジローさんだね。ジローさん残すんだもんね。お皿、これ最初に残ったお皿がなんかみんな残るんだよな、不思議だよな。この辺食べてよ。ウリもいいよ、ウリ、出ましょう。さっちゃんは出たのかな、おトイレ掃除のおもちゃ点検しています。ちゃんとやってますかね。なんでおトイレ掃除やめなくていいっすよ。いいよ、やっててよ。なんで眠く、はいはい、続けて、普通もう待って、立ちたいんだけど、これ立てばいいじゃん、いいよ、立っていいよ、そのまま立って取るから、いや取らないよ、だから取ってんだよ、取るか、取るの感じが違うんだね。おばあさんの背中になっちゃうんだよ、おばあさん。あ、おばあさんの背中に乗るってこういうことなのか。ねえ、立ってないから乗りやすいから乗るんだ。あたかた、さすが、よしよしじゃないね。いやいや、困ったね、困ったね。よいしょっと、どうする、
知らないよ、そんな。飛び降りたいんですよ。飛び降りたくないの、もうしがみついてますよ。私は一日で乗らないんですけど、お薬をあげるチュールの残りに群がるグレムリンズですね。あ、じゃあ食べた？食べた？食べた。ピカピカだね、トラちゃん。トラちゃんの食べた食器はこうです。偉いです、やっぱり。トラちゃん。もしトラちゃん遊んどけばお家で。ん？はい、トラちゃんいいよ、行って。はいはい。よいしょ、トントン。はい、出てよ。どこでもちょうどいいの。よいしょ。金ちゃん出ませんよ。よいしょ。朝焼けがあります。トラちゃん、暗くて見えないですけど、トラちゃんくっついてきてますね。よいしょ。久しぶりのなんか。おお、思ったより綺麗な朝焼けだ今日。おはよう。ああ、いいじゃん。あ、いいねいいね、今日はいいよ。あ、すごい。すごい。新人のゆうちゃん、ゆうちゃん堤防好きだね。もう一人新人はおりました。
ちらおお、来た、おいでおいで、はい、おいで、はい、はい、お入りちら、はい、おなり、はい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 、自分でポンしてごらん、自分で、はい、しょ、はい、しょ、はい、おはよう、帰ろ、よし、チラさん連れてきて、もう大体同じような時間になりますね。ただ余裕があります。投げるのはですね、飛びかかってきて蹄が当たるとちょっとこっちは怪我するので、大きくなったな。今までのうちのヤギの中で一番大きいですね。なんかこんなに大きくなると思わなかったな、サビちゃんな。来た来ましたよ、来ましたよ。あれ、母ちゃんもさっきお散歩したからね、もうね。帰る、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 帰り道取ろうか、たぶん。おいおいで。小次郎くん連れて帰りました。小次郎くん、自分から帰りました。入って、ちょっと体重は、発症時より200グラムぐらい増えて4キロまた戻してます。腹水が増えていれば苦しいので食欲はないはずなんですけど、食欲はあります。なので、まあ、その減少をしながら体重も増えてる、食べられる状況で投薬が開始できてよかったのかなって、今のところの解釈ですね。1月の6日に、血液検査出して、まあ、3日ぐらいで帰ってくるので、それでちょっと診断確定 したいのです、することになってます。ちょっと動画をずっと見てたんですけど、小次郎くん食欲落ちてたですよね、この1ヶ月ぐらい少しずつ落ちてきてたっていうのがちょっと確認できました。あまりおかわりもそこそこに外に出てて、でやっぱり帰ってこないっていうかですね、で朝帰ってきても勢いよく入ってこないんですよね。
マックンだとか、チャメがもたもたしてるのとちょっと違う感じで、なんか段差登るのがしんどそうな感じっていうですね。これはりょうちゃんだとか、まありょうちゃんはドライですけど見られた感じですね。まあ、とりあえず下痢も止まっているようなので、なんかまあいいのかなっていう感じがしております。今日はちょっと荷物が、多分9時過ぎもうすぐ電話かかってくると思うんですよね、営業所から。ちょっとバタバタになります。あと1時間でお薬だから食べられないよ。出てきませんね。まあまあ配達自体が日付設定が遅かったんで。あら、なんで壺穴とか転がされちゃったね。雨の予報だったんですけど、まあ、見事晴れたので洗濯物もですね干しました。お久しぶりに青空ですね。ではあるんですけどね、そんなにそのぐらいですね。少し乾いてくれてちょっとほっとします。だよエルモ、エモ、にあげたチューリーの残りをあげたら寝てた連中まで起きてきてですね。今年の子猫たちはチュールはマーミーはあんまり好きじゃなかったんですけど、他の連中は好きですね。特にもうその前の世代のアイシア姉妹とかチュール大好きですよね。そんなに分けてないんですけどね。ココちゃんの給仕をしてもう一休みしてから練習します。
Thank you.